皆様こんにちは。会計事務所のグリーンバーカーランのシニアマネージャーのフィッシャー・ジョンと申します。本日サピーター・パーカー・アウォーズに参加する機会をいただき、誠に光栄に思っております。どうぞよろしくお願いいたします。さて、本日題目として在英日系企業に専門的サービスを提供することを取り上げてお話ししたいと思っております。私の今までの経験から、日系企業が特に高く評価する特性、日本からの駐在員によく見られる思考方法や英国支社がよく抱えている課題など、いろいろ見分けられると思います。サービス業者がこれらを顧客に質の高いサービスを提供するのに必ず配慮しなければならないだと思います。しかし私は経験がまだ豊富ではないため、このスピーチに備え、日系企業への長年サービス提供し続けている経験のある弊社のパートナー3人の意見を頼みました。日系企業のお客様の特徴はという質問にこのように答えました。日系のお客さんは保守的でルールを厳格に守りがちである。温かく対応するけどちょっと遠慮がちなので、関係を築くのは時間がかかる。顧問を信頼し尊重する。監査など一般に平凡と思われていないサービスを理解し評価する。仕事の制度と期限に対しては期待が高い。品質管理がバッチリ。忠実だ。それから問題については率直に議論し結論に飛びつかない。意思決定が比較的早い、遅いけど決定したら実施が早い。全体的に日系企業へのサービス提供というのは高い水準のサービスを提供しなければならない一方、主にやりがいがあり満足のいくことになると皆様意見が一致しました。同様に揺るぎない関係を築くことに時間がかかるとはいえ決定的で有意義なプロセスです。ではサービス提供側はこのような見方をしていると思いますが、これよりしばらくサービス利用者側、つまり在英日系企業の管理者の立場をちょっと検討したいと思います。審査員聴衆の皆様の中は在英日系企業の管理者が数多くいらっしゃっていると伺っておりますので、この話題に変わるとさらに私の緊張が高まります。やっぱり釈迦に説法と言いますか。それにしてもちょっと私の印象を述べさせていただきたいと思います。在英日系企業の子会社の管理者が本社からの要求や期待と英国でのビジネス事情との釣り合いを取るために大いに苦労されると思います。本社での西洋ビジネス文化についての知識水準がかなり高いとはいえども、それにもかかわらず文化の違いの実際に
現地業務で直面している管理者の差を縮める作業が多く残されていると思います。では会計世界からのちょっと技術的な例を挙げますと、日本の税法上では20万円以下の資産購入は資産の耐用年数にわたり控除するではなく、費用として直ちに全額を控除することができるそうです。それから同じ20万円の限界値が会計のためにも普段使われているそうです。したがって本社の会計責任者が英国税法でのこの限界値に相当する額を知りたがります。それで問題なのは、英国会計税理関連の法規では相当する限界値が存在しないことです。イギリスの会計規則が日本のいわゆるルールに基づいた会計制度とは対照的に原理に基づいた制度に従います。ですから日本の会計士が値段が20万円未満の資産は費用として計上しても結構ですとアドバイスできます。ところが英国会計士のアドバイスは、費用として落とした方が事実を反映すると思っていれば落としてください。弊事務所の経験で大抵の場合では企業の希望や分野により大体いくらいくらまでは許されますが、必ずしも税当局など同意するとは限りませんになります。このような曖昧なアドバイスは子会社管理者にとって本社に伝えにくいことだと思います。だから管理者が技術的な分野の専門知識を緊急に獲得する必要があると思います。その結果、我々サービス業者がお客様の要求の背景もきちんと考慮することが必要だと思います。駐在員の方も他の課題も抱えていると思います。海外支社での役割が従来果たしてきた役割より相当に幅広いケースも少なくありません。手がけたことのない仕事に携わると問題を予期し、それが対策を講じることがより困難になると思います。したがって顧問が積極的に潜在的問題に顧客の注意を向けさせる必要があると思います。これは次々と転勤される日系企業の駐在員の場合には特に大事だと思います。では話を要約しますと、日系企業への専門的サービス提供ということは挑戦的でやりがいがある、それから徹底的な関係構築がやお客様の管理者の状況もしっかり把握することが必要だと思います。日系企業は長期的な視野を持ち、顧問側が自分と同じくらい献身的に、それから熱心に作業を行うことを求めていると思います。ただのビジネス関係だけではなく、顧客とのパートナーシップを築くことが日系企業のへのサービス提供の秘訣だと思います。以上で私のスピーチを終わらせていただきます。ご聴取ありがとうございました。
どうもありがとうございました。お話の中で、20万円以内だったらの資産は費用として申請した方がいいというのが日本で、はい、イギリスでは非常に曖昧だという話でしたよね。はい、と島田さんさんは日本の企業にどういうアドバイスをしますか。やっぱり曖昧な答えをします、それともっとはっきりとこうですというふうに。そうですね、そこには基本的に顧客のビジネスを奥深くまで分かっていると、それ大体裏側でちょっと数字を出すことが可能だと思いますが、やっぱり税法上では数字がありません、限界しかないということは、うちも結構困ることだと思いますので顧客様にアドバイスをするときには、だいたいこれ御社の場合はこれぐらいでいいじゃないかという感じでアドバイスをいたします。しかし例えばいくつかの資産を同時に全てその数字よりちょっと安い値段で買うときには、やっぱりそれを、高まりとして計上した方がいいじゃないかみたいなアドバイスをその都度することになります。かなり難しいですね。かなり難しいですあとその他にですね、日本企業の特徴として、はい、例えば品質管理がバッチリとかですね、はい、それから結論が遅いけど実施は早いっていう話がありましたけど、はい、イギリス企業はこれと逆なわけですか、ちょうど。逆とは言わないと思いますが、やっぱり平均的には日系企業がこれの方が多いということだけだったと思いますが、印象だったと思いますね。調査などはしてないので、ただいつもよく出てくる話題課題はこういうことですと、パートナーたちが答えてたと思います。あとジョナサンさんはイギリスの会社の会計も見てるわけですか。はい、はい、そうです。そうするとその辺で比較ができるわけですよね。ある程度ですね、はい、そう、日本の企業の人っていうのは3年ぐらいで変わってきますよね。はい、そしてまた初めからやることになるんですか、それともだいたい引き継ぎで次の人はもう少し分かってるところから始まるという感じですか。そうですね、そういう場合によりますね。会社によりますし、その会社のビジネスの状況にもよると思いますが、誰がどこに転勤されるというのは不思議な、私も分からないプロセスだと思いますね。だから次の人は困るところ時は、次の人が例えば金融に何も経験のない人とか、それ急に金融責任者になったりはすることですね。それ以外は大体そんなに大きな問題にはならない時もかなりあると思いますが、金融の言葉っていうのは日本語でも特殊な言葉だと思うんですけども、はい、そうですね、どこで勉強しましたか。金融ですか。金融の言葉、日本語の言葉ですか。日本語は、それは、大体個人の勉強で、私も7年間ほど会計士、公認会計士として仕事をしていますので、その中でいろいろ。わかりました。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。